したい。そっちもありかな。あれやろ。なんで多いから。急に多いから。あれおかまみたいな。急に多いから。巻き込み事故くらい。さあじゃあ遊戯を。皆さんこんにちは。麻雀遊戯王のお時間です。私麻雀大好きアシスタントの渚です。よろしくお願いします。そしてこんにちは。この前ですね、麻雀牌のみんなで似顔絵を描こうと、はい、誰が一番絵が上手いんだって話になって、うん、でイーピン君自信あったんで、俺自信あるよ、それじゃあ似顔絵描こうよって話になってですね、僕トンの似顔絵描いたんですよ。そしたら最終的にみんながお前字上手いなって言われて、ちょっと釈然としなかったですね。よろしくします。確かに、はい、そうですね、あれ、はい、だからね、最終的にお前すごい綺麗な字書くんだねって言われて、いや、うん、絵だよって思ったんですけど、はい、絵なんだよ、ね、はい、絵白の絵描けばよかったの。そしたら前衛的な人みたいに思われちゃうじゃないですか。何も書かずにあえて出したみたいな。何だろう、何だろう、この前衛的な人みたいになっちゃうので、はい、ちょっと違う、ね、はい、イラストを描いていきたいと思います。はい、はい、そんな感じでよろしくお願いいたします。はい、今日もよろしくお願いします。はい、それではイッピン君、今日のテーマは何ですか。はい、今日のテーマはこちらでございます。ジャンキー桜井翔一会長に会ってきたよ、その2。続いてますね。続いております。はい、はい、会いに行きました伝説のジャンキー桜井翔一会長とお話でございますが、前回ですね、お会いしてからちょっとお話をね聞いたんですけども、まだまだたくさんのお話が残ってますので、順繰りにそのお話を、聞いていきたいなと、はい、はい、振り返っていきながらですね、ここで思い返して投稿していきたいなと思っております。はい、はい、なので今回も前回と同じようにですね、星野さんにも来ていただいて一緒にお話をしたいなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ前回はですね、渚さんのなんかお名前の話から、はい、水海が好きだということもですね、料理が好きであったりとか、うん、海には危険がいっぱいあるんだよなんて。ああ、そうなんですよ、はいはい、なんかそういえば私両親の名前バレしてるなって思ってそうですよ、ごめん、はい、お作家さん、ごめん、三髄一家だってことバレてますからね。バレてる、バレてる。でもね、弟だけ翼なんだよ、ね、わー、さらにバラした。すごい、そこに関してはもうこちらサイドは何も言ってなかったけども、あいつだけ海に空飛んでる。すごいですね、そうですね、海海で空なんですね。そうそうそう。さあ、はい、この後にですね、会長からどんなお話が聞けたかというのを引き続き見ていきたいと思いますので、はい、はい、皆さんもよろしくお願いいたします。さあ、それでは振り返っていきましょう、どうぞ。マージャンやる人で、はい、スポーツやる人っていないんだよ、あんまり。スポーツマンがマージャンやることある人、はい、俺はそうじゃなくて、はい、大切にしてるのは角の上、角の上、角の上と畳の上と、あと上の角の上、この3つを大切にしてるんですよ。畳の上は、畳の上って床の上っていうことなんだけど、うん、夜はそこで格闘技とか相撲とか、うん、いろんなことして遊ぶ。会長の、格闘技するんですか。やりますよ。すごい、空手とかですか。いや、何でもやる。そうですね、エピソードとしてお聞きしただけなんですけど、プロレスラーの中村選手が、はい、そうですね、実際そこにお写真があるんですけど、はい、会長に教えていただいたとか、そういうお話は、はい、一品君も聞いたこと。あいつの技は全部俺が教えてる。あの蹴りなんとかもうまいねとか、はいはい、あれは俺が教えてる。そうなんですね。すごいですね。ちょっとくれくれしてます。くれくれしてます。そうですね。あのポーズすごいポーズ取ってますね。だからあれね、はいはい、たまたまあいつはアメリカに行ってんじゃん。はい。で、日本の紅葉があって、そこを来てくださいって言ったんで、まあ行って、はい、しっかりして行ったでしょ。はい。行ったら今日、この日本ってアメリカにも見ないじゃん。あ、そうなんですよ。日本のそういう洋服屋さんというか、はい、リースが。なるほど。で、日本でもうオーダーして行ってるしかないですね。そうそうそう。たまたまさ、すごいですね。で、あいつがまだ着てないやつだね。最初これがあったから。はい、お茶目なところで。こんなの。テンション上がっちゃった。テンション上がっちゃったですね。クネクネしてますね。確かにクネ。誰よりも先に行ってポーズをしたと思うんですね。あいつは昔から俺のこと師匠って言ってたから、だからそういう関係はずっとあるんですよ。マージャンやらないで。
あ、部長も麻雀以外の関係性麻雀やらない動くがたそういった支持されているそのスポーツの方で会長に支持されている方がたくさんいるという、うん、すごい、ね、動きってですねだから動きでは動きって言っちゃうんだけど、はい、日常の動き、はい、皆さん家庭で動いてるとかね、うん、あるじゃん、はい、日常の動きとスポーツってのはそれもう一つあるんですよ感覚の動きっていうのは、はい、ここがこいつらがやってるんだよ、はいそれは本能的に動くとかそういうことですか？そう、まあ本能って言ってもいいぐらい、はい、それをこの魚さんとか、はい、タコさんとか、うんうん、サメさんたちがやってくれるのを見て、はい、それに極力近づこう、近づこうとするわけそれ、すいません、ちょっと間違ってるかもしれないんですけどそれはある種無駄な動きがないとかそういうこといや、面白いのは、いや、できるやろすぐできちゃう緊張するっていうことはできんだろうでしょ、はいはい、俺もよく緊張するんだけどグッてそれあと感覚の動きと、あとはスポーツの動きすいませんじゃあまあ、ぶつつけな質問なんですけど例えば麻雀で使う動きっていうのはどういう動きに気になって感覚の動き上行ってしまうそのレベルいっちゃえばでもそこまでいかないでみんななんていうのテクニックとかなんていうの戦略、はい、そのレベルで終わっちゃうわあすごいテクニックとか戦略だって俺らからそのレベルっていらないもんって断言を解消されるぐらい突き詰めてくれば麻雀は感覚の勝負、感覚の競技というかそういうことです。すべてね、はい、触れた瞬間、はい、もう感覚の世界一。この感覚でも何もちょっと感覚なところありますよね。はい、そうですかね。この話は終わりにします。麻雀終わるのと一緒。それから夜中にやるんですよ。その後ですか。あと。愛砂漠やるんだけど、一、はい、回できても、はい、できたと思ったらもうできないものなんで、はい、普通のものって一回できたらなんか 2,3 回できそうじゃない。そうですね、ちょっとあできるのかなって思っちゃいます。そうでしょ、はい、もうできるのかなと思った瞬間もうできなくなる。だからここは邪魔する。なるほど。考えっていうか知識が出ましたね、はい、だからうとあと運動で言えば、はい、スポーツ能力運動神経で邪魔したり、はい、最終的に培ったものが邪魔になる瞬間があるってことですね。邪魔、邪魔、ほとんどみんなが良いとされる方が邪魔になるところだよ。なるほど。じゃあ力をつけてつけてその後に研ぎ澄ましてあらゆるものを捨てて捨てて完成すると深いあんな麻雀しか見えないよなんで4時間もかかんだよ。コウトさんコウトさんここ使うからだろ。そうですね、うん、皆さんやっぱ考えて打たれてる。考えていくのが振り込みたくないって気持ちが優先だからでしょ。いい意味で打ったって自分がいらない範囲を振ったんだよ。そういうことはさ、お前がいらないもん持ってるってするじゃん。お洋服いっぱい買っちゃったから、そうじゃない。でもちょっとこれもういらないわね。でもあの子体が合うからもしかしたら切るかなってあるから、はい、ないないよ。あ、あります。あるよ、はい、なんか分けたり、はい、切るとかをなんかお互いになんかこれ着なくなっちゃったんだけどって言って交換し合ったりとかあります。うん、それと一緒だよ。振り込むっていうことが食べたら、どうぞ、うん、使ったら、僕はいらないから、うん、いらないから食ったんだよ、うん、でも、ああ、君いるんだ、うん、ローンなんだ、よかったねって言って、うん、まあ、でもそれって、そう考えるとすごい嬉しい。俺が君よりあったから、君たちの方が似合ってるよって、うん、そう思ってるよ、全然好きじゃん。そうですよね。で、それで来てくれたら嬉しい、うん、だから、はい、うん、交換したりする。そうですよね、だから今さ
桜井会長は無敗っていうイメージとかお話よく聞くんですけども、今まで言ったその、まあ、名言という言葉の中でかっこよく勝つよりもかっこよく負けることを考えた方がいいっていう話をされてて、できないからみんなかっこよく勝つということができないどうせできるんだから、であればかっこよく負けるようなことをしてる方がもしかしたらかっこよく勝つものに近づける可能性があるということです。なるほど、最初はかっこよくやろうとして無理だ。そこに感謝もあるわけですよね。その感謝も今言われてたじゃないですか。いや、だから感謝っていうよりも、はい、感覚でしょ。感覚っていうのは感という字書くじゃないですか。その感覚とか3つ分かれるんですよ。感情って動けばいいじゃないですか、はい、降りないで動けばいいじゃないですか、前へ一歩でも先に、それが感動で、はい、それでちょっと震わないでね、これ薄くなるけど行っちゃえ、それが感激で、あーなるほど、はい、ね、だけどみんなブルっちゃうから、はい、そうするとブルっちゃうから感激起きない、そこに感激はないってことですね、はい、それから感謝っていうのはちゃんときちっとその状況状態に合わせて一打を打つということが感謝なんです。音弁とってはまとだろ、そうですね、はい、それが3つ生まれてるわけ、感覚から3つが生まれてるってことですね。結果論で優勝したから、はい、どんな手段とって4時間かけて優勝したからいいってことだね。そんなことやっていたい、いやすごいですね。確かに感覚を研ぎ澄ませないと感動感激感謝は生まれないっていうことですね。そう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 、そっちは感性の力で十分間に合うと思うんだけど、もう感覚まで力こういうの相当楽しい話聞かせてもらってますねすごいですね。楽しいっていうか、まあ君らは知らないですよ。いやはい、必要としないもの、そうです、ね、失っちゃったことで、もともとは絶対持ってたと思う、みんな、うん、なんか赤ちゃんの時は多少あったと思う。ああ、なるほど。ああ、わかります。その感覚ではないと、はい、そうそう、抱いてみたりとか、ね、親を呼ぶ時に、うん、ああとか言わないと、赤ちゃんね、とか来てくれないじゃないですか。それは逆にやっぱ知識がつくことで感覚が鈍るっていうことですね。そう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 、はい、バカなこと覚えてきたなるほど、ね、法律なんか、だから俺は日本で行くときに中学の時代と会談したときに、はい、法律にここで言ってくれたもんないって言ってるんだから中学のトップは言うんだろう、はい、俺はだよ、数字が世の中になかったら絶対もっといい世の中ってあったと思う。あー、なるほど、わかるでしょ。まあ、でもそうですね、確かに数字で、数字で俺たち追われて生きてるんだけど、前にそこに感覚はなくなりますもんね、ちゃんと測ってしまうけど、そこに価値観を置いたり、価値観を置いておかれてるうちに人間に直接そっちの価値観になっちゃって、振り返ってみると自分やべえ野郎だなって、ねえ、数ばっか大人のやつはやるし、そうですね、だから先ほどの海のお話じゃないですけど、海の中で時間忘れて泳いでたらそこには感覚しかないですもんね。ということでですね、はい、はい、スポーツのお話から、まあ、動きの話ですよね、その日常的な動きやスポーツの動き、そして本能的な動きがあるんだというところからですね、感覚という話に行きまして、はい、これまたまあ深い話だなと、はい、もうイーピン君的にはボケてやろうと思ったらボケるやつも一切ない反省しかないですね。ボケようと思った自分を反省したい本当にとてもいい話しますもんねいや本当にいい話をいただきまして、はい、でもイーピン君は昔剣道をちょっとだけやってたんですけど、あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、剣道の達人というか、まあ、本当に極めた方も、はい、最終的に無駄がなくなると、要はいろんなものを経験し、こういった技があるっていう知識が入ってきて、ある程度得た後にどんどんと無駄を排除していって、やっぱ本当の剣道の達人は本当にほぼ動かないですね、見てた時に、うんうん、やっぱそういうことなのかなってちょっと思えるような
やっぱもう麻雀も知識がついてやることが分かっていて、どん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 と知識をつけていくんだけど、極めようとするとそこが邪魔になるというですね、あ、なかなかすごい話だなという。そうですよね、まあ、剣道も試験の時に、あの試合じゃなくって、はい、あの型っていうね、そうですね、型で見ます、試験の内容があるんですけど、あれは勝負じゃないんですよね、うん、私とあなたが一緒に剣を交えるっていうことをして、共同作業をすることによって、あの生まれるなんか流れみたいなものをきれいに所作を行うってことで、なんかあの試験を行ってるんですけど、なんかあれなのかなってちょっと思いましたね。ですよね、だから、うん、勝ち負けじゃなくてっていう、はい、うん、なんか負けるのもかっこよく負けるって言ってたじゃないですか。そうですね、そうなんですよ、相手に別に振り込むことは、うん、まあ、感謝を生むことであり、別にそれは間違ったことではないっていう言い方もされてましたし、うん、やっぱり剣道は剣術じゃなくて剣の道なので、はい、麻雀のこの道場って言ってるからには、やっぱ麻雀の道を見てるのかなという感じが、はい、もうしましたね。それ数字わかる数字わかるね、めっちゃ。そうですね、でも数字のおかげですごい今こうやって発達して、はい、まあね、動画とかもね、こうやって YouTube の動画で皆さんにお見せできてるっていうのもあるんだけども、確かに数字がなかったらもうすごいね、もっと自由な世の中だったのかもしれないですね。そうですね、そう、うん、確かに思いますよね。あの時計とか携帯電話とかを忘れて出かけた時に、もういいやっていう時の解放感半端ないですもんねそういうことなのかなって一瞬思ったりもしますけど、文明と引き換えにですよね、はい、うん、そうですね、はい、数字で言うと会長は、はい、わりかしですね、待ち合わせすると、はい、めちゃくちゃ早く来るんですよ。あんなことおっしゃっているのに30分前とか早いと1時間前に来るんで、はい、僕らスタッフはその前にいないと、はい、なるほど、いけないっていう僕らが数字に追われるって、追われますね結果数字に追われる、追われますね、追われますねいつもよりも追われますね。なるほど、会長恐るべしということで、まあ、いろんな感覚のお話など今伺いましたが、うん、さらにお話はですね、また発展して深いところになっていきますので、続きを見ていきたいと思います。どうぞ。海で、はい、やっぱり海でも危ないところで、こう2人でいるときに、はい、その時にそいつがどういう態度を取るかで初めて信頼が湧くんです。仕事のお金の儲けだとか普段の付き合い方ではこれは信頼じゃないんだよ。損得とか自分にとって都合がいいとかね、なんかそういうものがこう入り込んだ上の付き合いっていうのがあるわけだよ、はい、一歩踏み込んだってことだよ。だけど本当に命がけってことはお金も入らないで、お金払ったって命が取られちゃうんだから、はい、分かるよ。1億払うから助けてったってそうはいかないんだから。ね、そういう危険な時よ、うんうん、全てを度外視しないと、そういう時に一緒にこの危ないところにお互いがこうね助け合って、僕は気付き合ってこういう時、ああこれが信頼だなと。だからそういうとこ入ってこいつは本当のどのぐらい信頼があるんだろう、試せる場合があるんだろう。ウサミなんかひどいもんだよ。ウサミさん、星野さんなら私もウサミさんまで行かれたら俺がやっぱ戦うしかねえけど、おーすごい、ウサミを守らなきゃいけないの。俺と戦うって発想ですよ。何時のだよ、はいね、はい、俺の命の子を犠牲にして相手を助けなきゃいけないのも俺だ、はい。それで、今は他目の空と、はい、俺、ね、足切れかなくて一生懸命戦ってて、はいはい、でやっと見と、ね、追い払ったなと思って、はい、後ろ見たら、宇佐美にある岩上ちゃんと登ってちょこっと上がってた一生懸命と大丈夫ですかね、会長大丈夫ですか、何も言わない、言わない、ああ当たり前のような会長お疲れ様です。それが俺の仕事ピッチャーだそういうことつまらないよ、なるほど。でもそれもまたなんか仲のいい信頼関係の気もちょっとするんですけどもお互い知ってるからこそ、やっぱり信頼は一切ないから
海の方で溢れ浮いてるときに、カヌーで直されて、わらで。まだわらでひっくり返っちゃってるんだね、俺がいたずらして。はい、ああ、もう、わらとカヌーひっくり返したの。これひっくり返したら、面白いなって。お茶目そうです、確かに絶対給料なんだよ。はいはい、カヌーだろ。そう、カヌーですもんね。それでひっくり返しちゃったけど。はい。でも、すぐ気づいたのは、これウサでやばいと思うんですけど、ウサ全く見えないですから、はい、見たことない。薄いですよね。よし、1メートル潜ってったら見つけることって可能ですよ。はい。で、そのワニとかブス。はい。そんなところでひっくり返ったら面白いって会長思ったんですね。ひっくり返したでしょ。はいはい。でも一回やったことは、俺がもうすぐウサギパッと船、その船にぶら下げられて、はい、で俺一人そのタクルの中で取り残されてた。なんて勝てんの。はい。大丈夫だったんですか。ウサギはそれタクルに乗ってゆったり楽しく泳いでた。後ろに捕まって。もう捕まりましたね。なんかオートバイに乗ってるみたいな。優雅で笑ってやって。俺は必死に泳いでる。泳がないと潜ったから、最後は潜ったから、もう相手も立ち泳ぎなんかしたら、さーい持ってかれちゃう。下の方が流れがありますね。流れがあるんだから、上の方でこうクロールさーって行かないと流れなんだよね。俺一生懸命だって、結構俺も大変だったんだよ。300か500ぐらいあったから、いや相当大変きついですよ、流れの中さよ。そうそう、あれやろ、笑ってやって。俺一生懸命って、俺も笑って笑い出しちゃって笑うしかないです。笑うしかないしかないですね。そんなところで必死こいてんで笑ってんだよ。大体こういうことで愛してる。いやー、はたから聞いてると楽しいな、なんかいいなって思っちゃうんですけど、いつも目が見てないで、全部ね、常に全体を見て、全部見て、誰が危ないか全部見て、その時にとっさに体がよく動いてるってことですよね。とっさに体が感覚で動いてるっていう、助けに動いてるっていう。だから動く時は考えて動いてないで、スッとそこに行ってくるわけ。そうですね。バカってある。バカってバカ、アホのバカって言うけど、そうじゃなくていいバカになる。これの方が絶対いい。いいですよね。今会長の見てないところで渚さんが軽くショック受けてるんですけど、渚さんは大丈夫な方だと一匹思ってます。岩のバカじゃないけど、やっぱり岩はいいやつじゃないですか。そうです。いい、そうですね。やっぱ愚直っていうところでの。いいやつ。結局今の勝ちじゃん。あの人生において、じいさんたちがせこいことやって、結局負けじゃん。そうそう、いい人生を生き切ったってなるというか、言わんのです。そうやな、うん、あれバカだからでしょ、ある意味、そういう。とりあえずずる賢く生きないでいきましょうって。ああ、もうそう。ここでずる賢い世の中だから。麻雀もそうだよ。みんな打つと全部ずる賢いから。だから嫌なんだよ。見てられない。最強者ならずる賢いやつも集まれだ。誰がずる賢いかの競争なの。星野さん、ピーピン君コメントできないです。本当にそうです。それはね、うちの若い子なんかを見に行くじゃん、すぐ分かるから、やっぱりなんでって思っちゃう。あざーっていうのはやっぱ覚えるとそっち使うドラマだよね。うん、確かにそのやっぱ役を揃えるであるとか、このなんていうんですかね、やっぱりある程度知識を揃えて戦う、勝負するという考え方が皆さんあると思うので、やっぱある程度こう知識をつけてやろうと思うと、どうしてもそうなっちゃうのかなっていう、それ以上上り詰めるっていう考え方なんですよね。初めて打ったらグループでやる。いや、でも確かに闇雲にやりますから、わかんない。わかんないから、絶対やらない。ある程度わかるようになってくると、ズルを選んじゃうのは、人間じゃない。人間ですね。人間なんです。その勉強もそうじゃない。ある程度勉強やっちゃうと、やっぱりズルいこと言っちゃう。大丈夫さん、大丈夫さん。会長の横顔を見てうっとりしない。
だ。あれやろ。なんで多いから。なんで多いから。急に多い。あれ、オカマみたいだ。急に多いから。巻き込み事故くらい。なぎさん、やっぱ会長と打ってみたい。僕はやっぱりね、強い人と打ちたい。やっぱ弱い人と打つと何やってるか分からないわけじゃん。確かに。そうでしょ、何やってるか分からない人と打ったってさ、面白くないじゃないよ。お互いが見える同士で打ってる。麻雀っていうのはみんな隠して打ちたくなるじゃん。本当は見せていいんだよ。自分はサブロー君だよって見せてあげたいぐらい。鉄板じゃん。はい。黙って鉄板するじゃん。はい。みんな隠して打つじゃん。隠して打ってます。ね、俺なんか言っちゃうから、俺サブロー君だよ。麻雀遊戯王で一回やってみましょうか。みんなが見せ合う麻雀。見せる麻雀みたいな。私はそっちの方が気に取られちゃって麻雀ならない。逆にですね。なしです。なしだ。下手だからダメだ。渚さんはでもすごく強運、まあ強運の持ち主と言いますか。なのでどれだけ強運者ですか。あれじゃないの。初心者の方がやっぱ運はあるかもしれない。ちょっとこうできるようになると、はい、そっちの運じゃない方へ来ちゃうから。なるほど。ちょっと行くの方がいい。はい。運が強くなる。戦略に行くと逆に運がなくなるというか、それでもっとテクニックにつけようとやってる順になっても負けてる。確かにこの前田遊戯王の、まあ、この番組の企画の中で時々運で勝つ時があるんですね。戦略というかそういうことなのかなって今思いました。だって勝てるよ。あんてだって勝てるよ。運があれば勝てるよ。前田ってのは今ついてる人は勝つ。運はすごくあるなっていつも思うので。強さっていうのは本当にね、なんだろう、ああいう場所やってたら強さは見えないのね。もう打開の違いかもしれない。ここでやっぱりこういうとこからきちんと打てるかどうか。で、麻雀には足し並みがあるんですよ。稼働以上、それも知らないで、ね、麻雀をお茶させてると一緒なんだよ。麻雀のたしなみですね。たしなみがうちはそれを教えてる。動作もそうだけど、思考の上でもそう。両方の。なるほど。所作だけじゃない、思考でもたしなみが、流儀があるというところね。そこにみんなの立ちになる。一般の麻雀と違うので、一般の麻雀が麻雀で、俺らがやってた麻雀じゃないって。マージャンで大発信ですね。あるし、もう一個独立して独立しましたね。ガッツリジャパンだけで、あ、なるほど。俺がさ、強さを求めてたらガッツリジャパンだけ。求めた結果行き着いたところで、みんなに教えたくなってて、ちょっと最初の頃だよ、お前らあんまり弱いからちょっと強くしてやろうかと思って教えてやった時に、やっぱりそういう形じゃないとダメだなっていうことになっちゃった。それで今できたのはこの町並み、この道場っていう。いや、ここが今回下北にもあって、はい、一緒にこうオープンしたんだけど、はい、そうで、頭がいいけど、ダメだったらいいんだね。やっぱ先に考えちゃうからですか。考えちゃうバカやっぱり。勉強できてもバカって言うんだよ。あ、なるほど。行動力っていうか、対応性とか、気づきとか、はい、そういうものがこう含まれてる。これは勉強には出てこないって、ね、そうですね、机の上じゃわからないことですね。それこそ感覚ですもんね。だからその中だって日本で何万人の人がいるんだよ。勉強だけどやっぱりダメだね。なんでダメだって言うと頭が動いちゃう。こうやってやるけど一緒にパッと頭が動いどうしてもやっぱ先に考えちゃう。いや、ほとんど考えるように本人もしてるんだけど、やっぱりこう動作が固まってきた。頭がブレから来ちゃう。他の人にもっと分かりやすくね、やるのがまあ、やんねーよやめとさ、正直言ってさ、この方がああいうマージャーを打ってると、一般のマージャーの人の人も汚いマージャーを覚えちゃうのと俺は思う。だから本当に綺麗なマージャーを
しいなっていうのよりはあるんです。生で肌で教えて教わって伝えていくっていうことですね。ということでございまして、いやー、はい、麻雀を桜井会長と打ちたいっていうのをなんとか、いやこれはね、渚さんもそっと言ったんですけど、はい、でもすぐ引いてしまいました。いやー、でもこれは勇気のある一歩踏み込みをしたなと思いました。うわー、はい、もうちょっと押せばよかった。弱いけど打ちたいんですって言えばよかった。そうですね、やっぱ教えていただきたいっていうところで行けばなんとかなったかもしれませんが、まあでも、いや、渚さん、あれはよくコメントしてくれたなとは思いましたけども、いや、はい、でもこれは心残りですね。また再チャレンジするしかないですね。再チャレンジしたい、はい、うん、でも今のところは本当に信頼のお話から始まりましてですね、はい、まあ、運が大事であるとか、うん、あとはまあ、基本的に今面白いエピソードも、まあ、今盛り込まれていたんですけども、信頼関係があるからこそのいろんな話であるとかですね、あとやっぱ考えちゃうっていうのは良くないっていう言い方をすごくされてますよね。そうですね、はい、頭でっかちになっちゃって、うん、結果なんか良くない結果になってしまうとか、はい、でまず考えちゃうと、まあ、動きが遅くなるということなんでしょうか、うん、動くのが遅くなる分、まあ、ゴテゴテになってしまうっていうのもあるでしょうし、やっぱ感覚っていうのは、まあ、常にテーマとして根底にあるのかもしれないですね、はい、そして大井プロがなぜか一回巻き込み事故に遭うと。大井プロ申し訳ございません。急に出てきたんだもん、はい、びっくりした。でもそれは逆にやっぱ桜井会長が大井プロの実力を認めてるからこそ出てくるのかなっていう気は、ね、しますよね、はい、そうですよね、はい、きっとね、無理試合とかも、ね、見てくださって、ね、見られてると思います、はい、うん、やっぱ興味がなかったらそこ絶対お名前出てこないですからね、はい、はい、なんていう話もいろいろいただきまして、はい、まだまだありますが、ここでまたお時間になってしまいましたので、はい、ちょっと次に、次のパートにですね、はい、また持ち越したいと思います。皆さんね、もっと聞きたい話いろいろあると思うんですが、ちょっとだけ待ってください、はい、ということで今日はここまで、またねー。